はい、一人っ子でわがまま自己中 YouTuber ブラックボックスキングこと BBK 練馬区駅前に来ました。面白い看板シリーズ。看板っていうの、店構えっていうの、うん、間違いない。何がやの、何が間違えてないってこと。高級食パン専門店、おー抹茶1250円、大体 100%マーガリン、あ、車来た。もうすげえ怖い。何にもそう鳴らされるよりマシだけどさ。パン屋さん、何これ。あとで、うん、でも今買うとな、荷物の帰りに今で練馬市行かなきゃ。今買うとこれどうせこうやって寄ろうとこっち向かうの。練馬警察行ってからにしよう。で、書類を出して行かなきゃいけない。なん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 、酒屋さんの練馬駅前です。酒屋さんの目の前にも蜂、はい、蜂の巣が。昼飯食ってないんですね。あのパンをバクバク食うわけにもいかんやろなあ。はい、ということで、何ニューカメって、ニューカメって何、ニューカムカメ、何新しいカメ、新しいカメ買ったよ、違うか。ということで、対して、いやいや、さっきね、何の許可も取らずに撮影しててお姉さんと目が合っちゃったんですパン屋のそれで、ああ帰りに買おうかな、荷物になるしとか適当なこと言って、はい、見えましたあー暑いね、うん、おっと、ここの店長はベビメタのメイト缶カラオケワンだって。こってこてやな、この色を見て、色、黒地に赤、オレンジか、黒地に赤っぽいオレンジですけど、カラオケワンだって、こってこてだよね、こってこて。さあ、あれどっちだっけな、あれどっちだっけ、やりましょう。どっちやったか忘れてしまった。バイクで来たときどうやって来たっけ、バイクで、こうこうじゃん、ねーりーまーのーちょっとわかんない、どっちだっけな。はい、練馬警察に書類を出してきた。あ、いつもお世話になってる野村証券、はい、野村証券いつもお世話になっております。大してお世話になってないけどね、お金を預かってもらってるだけなんだ。はあ、暑いな。株も大して上がらんしな。なんかさ、お昼ご飯どうしようかなと思った。昼ご飯どうしようかな。もうむちゃくちゃですよね。むちゃくちゃ。むちゃくちゃやってますよ、本当。むちゃくちゃやってる。モザイクもかけんし。むちゃくちゃむちゃくちゃやっております。暑い。昼飯何食べようかな、なんか面白いのないの。松屋はさ、近所にあるしさ、だいたいたまに行きたくなるのが松の屋とんかつです。しかもね、注文受けてからあげる、結構美味しいね、結構美味しい。マックはいいよね。ドトールは会社にいるときは毎朝行ってるし、昼間食べるものじゃないよね、ドトールとかね。ほんとそう思う。はい、練馬熟成肉団、はい、デビュークジラ団熟成肉
通の肉で構いませんけど、熟成肉松の家。あー、このさ、見てこのなんかこのね、美味しそうなこのすごく清潔感を感じるこの日本ね、日本っていうの、ろうでできたこの、あー、生ビール、仕事中だから飲めません。ロースカツにしよっかな。空いてる？お席空いてます。今ちょっと検討して、よし、オーシャンってどっかにもあったな、閉まってる。何しよっかな。唐揚げも美味しそう。写真がね、親子ささみ、親子丼ってことか。ロースカツカレーって、ロースカツカレーもそうじゃない。あー、美味しそうだな。ロースカツ定食っていつもこればっか食べてるから、たまには違うのないのと思う。自分が頼まないだけだ。あんま食べると眠くなっちゃうしな。ちぎりロースカツも美味しそうだしな、迷うな。ということで、練馬の大戸屋も、あ、大戸屋、大戸屋、大戸屋美味しいね。サバ、サバ、スネはいいわ。どうしようかな。大して面白いことないし、さよなら。